ございます。早上好。モアナファミリーチャイナ from 关州です。さあ、私たちは今どこにいるでしょうか。我々は今、俳句公園という公園に来ております。イエーイ。今、タイヤのブランコやってます。はい、ニーハオ。ここの公園、むちゃくちゃ混んでて、普通だったらここ、これ乗るのに10分以上は並ぶよね、いつも。それが今は全然人がいなくてすごい。ということで今日曜日の朝に来ております。日曜日の朝9時、中国人は割と朝が遅いんで、この時間はかなり空いているということが分かりました。もうね、土日の昼間とか、あと夜もね、結構人が多い。置いてきぼりにされてました。一緒にどっか遊ぼうか。あ、いいな、一人で遊んでるの。それでこちら側には大きな滑り台があります。あ、後ろに東州タワーが見える。中国は遊具のある公園が本当に少ないので、もうこれはもう動画で何回も言ってるんですけど。ということで今日は久しぶりに遊具のあるところで遊んでおります。今5月の半ばですが、もう朝9時の時点です。本当に暑い。汗が、日陰じゃないとかなりきつい。今温度を調べたところ、すでに29度ありました。いや、暑い暑いわけですね。向こう側には100階のビルがそびえ立っております。この奥の方はちょっと分かりにくいけど川で、リバークルーズが観光名所として有名です。君は行くんだよ。滑れるかな。一人で滑り台できるかな。お姉ちゃんとやる。いける。ずり落ちた。楽しかったようです。楽しい。まあ、ここの公園には割と何回も来ていまして、前にも1年ぐらい前かな、体育公園の動画を上げておりますので、興味がある方はそちら備考欄からご覧ください。その時はね、日曜日の昼間だったかな、土日の昼間でめちゃくちゃ人が多かったので、どれぐらい人が多いかがその動画でわかるかと思います。頑張れー。自分で落ちてごらん、自分で。あ、なんかこれすごい遠いし。そうだった、すごい滑るけど、ここから乗るの。あ、りっちゃんは下に滑ってたんだ。りりちゃんの頭が臭い。臭いよ。あ、もう汗でキラキラしてる。ニーハオ。大丈夫、君頭ぶつからないから。りーちゃん。カメラが変わりました。結構ちゃんと撮影してる。まあ半分以上が違いますなんか中国人にはいって言いながらめちゃくちゃピースされた。この隣のメガネちゃんに最高。楽しい？微妙そう。あ、シェシェ。三兄弟がイチゴに乗っています。先ほど売店に行ってきて、いろいろお菓子を買いました。どう、美味しい？これ
個だけ。このさ、日式って書いて日本式のお菓子って、なんか会社の名前が美味しいってなってるけど、絶対日本の会社じゃない気がする。日本っぽく見せて売る作戦なのかな。まあとりあえず上海わからん、味がそんなにないということで、急遽充電モバイルバッテリーを街中で借りました。売店の横にあった。中国は本当どこでもモバイルバッテリーがすぐ安く借りれてめっちゃ便利ということで、先ほどの子供用のところはちょっと抜けて大人用の健康器具エリアに移動したいと思います。公衆タワーがよく見える。こちら側が大人向けのエリアですね。まあ、大人向けといっても結構子供も遊んでますが、向こうよりも全然人が空いててとてもいいですね。なんか普通にジムにありそうなやつが、ありそうな器具がここではもう完全に無料で遊べて、この時間本当人少ないんだな。結構ね、平日の夜とか大人の方々が、マッチョな方々が鍛錬されているのを見かけたことがあるんですが、もうとにかく今日本当暑くて、午前中だけどまだこの鉄棒とかも暑すぎてちょっと遊べないと思っていたが、遊んでいた。大丈夫？降りれるかい？降りれる。よかった。こうやって降りる。暑すぎた？ただいま戻ってきたよ。この健康器具の中になぜかある、何これ何なのか分かんないけど、まあ中国版将棋的なボードゲーム的なサムシングなんですかね。結構前おじいちゃんたちが集まってやってるの見たことあるけど、今日はやってないですね。まあ暑いからいないのかな。あ、もしくは多分おじいちゃんたちは平日の昼間に来てるだろうな。ここはママもやりたいけど、こういう健康器具はさ、ここじゃなくても結構いろんな街中の憩いスペースにあるよね。むしろ子どもの遊具よりもこういう謎の健康器具エリアの方が多いかもしれない。しかもさ、これどうやって、それただ回すだけなの？いまいち使い方がよくわかんない。そうなんだよ、掴んでおいで。顔が真っ赤だな。疲れたよね。動かない。布団。登りたいのかい？ここが一緒に行ってくれない？やってますね。子供とおじいちゃん。おお、近づきすぎないでね。止まって。早い。りっちゃん、もう一回早いのお願いします。え、後ろ？蹴るんだ。座って両足で前を蹴る。これも座って上げる。腕で上げる。あ、はい、いいね。もう寝よう。
じゃあそろそろ帰ろうか。もうなんかりっちゃんも疲れ気味ですね。疲れたね。お疲れ様でした。